Hey, what's up, guys? Welcome to my channel! We're gonna continue what we left yesterday with the Sino Quest and the next stage of Hyakunin Ikki. So the banner is tomorrow. Okay. Serenity Pod. Alright, let's jump into the game. Oh, finally, they're back on the land. Stomper. Oh, he's still alive, huh? Meteor Fireball. Oh man. Nor in the desert, that's great. 1, 2, and 3, and 4. Let's go here.
裁きの雷。ブン、ほれよっ、やっ、はっ、はっ、はっ、そこだよっ、やっ、ふっ、風だ。足元に気をつけて。見切りました。燃えよ、ほれよっ、そこだよっ、トン、ほれひゅっ、さばきの雷。あっ、さあ、え、え、オッケー。 Wait, what is that?The logo in the minimap. In the minimap. What was that? Sip! Hey, what is this?Can you tell me what is this, man? 逃げ道はありません。2000 in. Where's that little guy? Little wolf?見切りました。ここだよ、ほれ、トン、さあ、よっ、くらえ、よっ、あは、あ、よっ、さあ、そこだ、うん、トン、燃えよ、くらえ、あ、そこだ。うん、私が価値を見積もろう。Okay, what is that for? Tumor. What is that? That's just a random thing happening there. This one throwing there, we go there, so I need to go up first. いくぞ。逃げ道はありません。足元に気をつけて。よっ。うん。あは。は。は。よっ。うん。あは。一緒に遊ぼうよ。よっ。さあ。は。おい。You still out there, are you? Come on, bro. Eh? Ah. バーバラ、行くよ。行くよ、バーバラ。バーバラ、行くよ。バーバラ、ニョッ、ニョッ、ニョッ。バーバラ、ニョッ。
What the ball?Hey, I just did. I don't know, man. Maybe my internet connection is not good, but it showed very green. Ping. Not ping. P-I-N-G, ping.See no. Hastashi. Mujikyo. One more hour. Yarudomo. Yoshita.Oh, I'm gonna mute. すみません。最近大量の貨物が教練員を出入りするのを見かけませんでしたか？記憶にないな。他を当たってくれ。すみません。最近大量の貨物が教練員を出入りするのを見かけませんでしたか？どういうことですか？教練員にはいつも大量の貨物が出入りしていますけど、食材に原料、実験装置など毎日多くのものが消費されています。適宜補充しないといけませんから。マハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ。見たことないか？その辺は何とも。普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし、他の人に聞いてみてください。すみません。最近大量の貨物が教練員を出入りするのを見かけませんでしたか？何かあったんです？いや、異常あるかどうかを確認したいだけです。異常はなさそうですがね。強いて言えば、確かに気になったことが。妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ。毎回少なくとも数十個は大きな箱を積んでて、何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ。前から妙論派はよく捨てる機械を旅商人に売っていましたから、その時は気にも留めませんでした。でも最近出入りの回数があまりにも多いんですよね。廃棄されたパーツとか前はそれほど多くなかったんですけど。疑わなかったのですか？そういう場合は普通貨物を調べてみるでしょ。いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、普通は調べないでしょ。もちろん偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います？この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。
まさかタージ様が偽造したってことはないでしょう。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ先輩は決してそういうことは。いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。誰かが彼を陥れようとしてるに決まってます。少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。はあ、僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに。昨日エルマイト旅団の人が何人か来て、タージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんです。ドアの外に立っているとかすかに見つけたというような会話が漏れ聞こえました。そしたら執務室のドアが開いたんです。エルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ました。そのまま先輩は今日も出勤していません。僕も変だなって思ってますよ。先輩に会いたいんだったら先輩の家に行けばいいんじゃないですか。スメールの郊外にお住まいですよ。あ、エルマイト旅団。やっぱりタージが缶詰知識を作ったやつだったのか。そんなはずが。タージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。彼がそれをやるなんて。そうですね、そうするしかありません。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるからな。ここがタージ先輩の家ですか。誰もいないみたいですね。どうするんだ。このまま侵入するか。いや、待ってください。鍵が開いてますよ。もしかして慌てて出かけたから閉めるのを忘れたんでしょうか。そういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよね。このまま入るのはあまり良くない気が。そうですね、今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されないでしょう。急を要する事態ですし、タージ先輩も分かってくれますよね。これは名前がたくさん書いてある紙と地図か。ナビル、何か分かったか。これは確かにタージ先輩の筆跡です。紙は帳簿のようですが、この内容は先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から見ればこの密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです。関わっている者は300名以上、身分のある名士だけでも数十人はいます。学者だけではなく商人、傭兵たちも。瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできません。そうですね、瀬野先輩はいつもそんな感じです。地図は起源の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して先輩に判断してもらいましょう。もしタージ先輩が本当に自らの立場を裏切り
許されないことをしたのだとすれば、おそらく今は機嫌の庭にいらっしゃるでしょう。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。これを早く瀬野に見せに行こうぜ。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。I totally forgot about this. 役に抜き。You're a maiden? Why are you the only one, Fatui? Sino? What do you see? I want to use Sino, but we don't have enough Dendro character yet. All right.
よっ、なんだよ音が聞こえる。天理ショーク、変よ盤石、消えろ無能。ここだ無能無能ここだ。見切りました。信頼カード、無我の教師。逃げ道はありません。So slow. Let's try again. ここより弱滅の時。
first one need to be dead first. Nice 2478. I need to change to another party more often than just stick to the one team until the end, until timeout. That is your That is our That is the advertisement, so let's go jump back into the story. そういえば確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない真っ当な人物だった。それじゃあセノはあいつが犯人と思うか？わからない。ムルタタの剣があいつにどれほどの影響を与えたのか俺には想像もできないよ。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。
子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか、俺たちは自分の目で確かめるしかない。そう、いずれにせよ、あいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さあ、先を急ごう。
機嫌の庭なんだよな。本当に宝物はあるのか。緊張してきたぞ。危ないことなんか起きないよな。心配するな。俺がお前たちの安全を守る。短所で行け。急ごう、トン。さあ、フォーレ。はあ。降伏しろ。よっ。そこだ。運が結末を左右することはあるが、永遠に影響し続けるわけじゃない。
逃げようなんて思わないでよね。見切りました。ブン、行くぞ。そこだ。トン、ミスイン、イン。あ、いや、フォレ。トン、さあ、くらえ。フォレ。久しぶりだな、セノ。最近どうだ？ここに現れたということは、ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな。新たな相棒のおかげか？ああ。調査はほぼ終わった。だが、一番重要なことにはまだ答えがない。お前がやったのか？缶詰知識の密輸に。起源の庭の研究。そうだ、俺がやった。なぜこんなこと？そりゃ何とも答えづらい問題だな。俺は変わったと思ってくれればいい。臆病になり、利己的になり、自分のために利益を確保したくなったのさ。俺はお前がそうなるとは思いもしなかった。そうか。人は皆最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが年を重ねるにつれて慎重になった。多くのことが間違ってると分かっていても、みんな見て見ぬふりをする。俺も同じだ。以前の俺ならば自分のしたことを疑うことなど決してなかった。だがムルタダが死んでから、自分がしがみついていた正義が徐々に崩れていくのを感じた。何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。その辛さを想像できるか？ムルタダを投獄し、俺を追い詰めたのは俺自身だ。あの子は死ぬまで俺を憎み、俺は今も痛みと後悔を抱えながら生きてる。俺は父親失格だ。だが今、その後悔を取り返し、再会するチャンスが俺の目の前にはある。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったか？ふん。後ろの扉を見ろ。宝物はその扉のすぐ向こうさ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来るべきじゃなかった。君が来るのがもう少し遅ければ。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、死者を生き返らせる方法などありえない。宝物なんて言われるが、所詮は噂に過ぎないんだ。そんなに自信があるなら扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ取り返しのつかないことになる。元相棒として最後の願いも叶えてくれないというのか？君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことを裁いても、周りの人々は
どんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃないか。そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないのならば、俺は最後までそれに従って歩んでいく。これ以上話しても無駄か。まあいい。君の槍術の腕が上がったかどうか、お手並み拝見といこう。この力使わせてもらおう。どんな対価を払っても、彼の無念を晴らす。逃げ道はありません。みんなを守るからね。よっ、ふっ、えい、とう、えい、よっ、ふっ、とう。判決からは逃れられない。ふん、その力どうだ、前とは違うだろう。資源の庭に入った時、新たな力を手に入れたんだ。だがこれはまだあくまでも一部に過ぎない。後ろの扉を開けば完全なる力を獲得し、生死を超えられる。まずい、あいつを止めないと。そうはさせない。それはどうだろうか。君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。大体命を懸けて代償を支払う覚悟はあるのかな。そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死だったな。あれからだいぶ経つのに、君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはわざとだろう。俺たちがここにたどり着けるように。さっきのだって演技だろう。その格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが、俺は騙せないよ。最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別がつかなくなっているなら、槍術だって以前のままであるわけがない。え、どういうことだ。最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだ。こいつの真の目的は。うわぁ、でっかい音がしたぞ。何があったんだ。時間があまりないようだ。手短に話そう。ムルタタが亡くなってから俺は長い間落ち込んでいた。現実は悪夢で、目が覚めたらまたあの子の見慣れた笑顔が見られるといつも願っていた。そんな時、資源の庭を探すために俺の力を求める者が現れたんだ。経歴を調べたら、巨大な組織が背後にいることが分かった。各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで密かに研究をしていた。起源の庭を権限させようと命を捧げたこともあった。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても、次から次に見つかるわけだ。背後に手引きしてるやつがいるんだな。俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタタが戻ってくることを期待しながら、理性がそうしてはいけないと叫んだ。苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、人の心を惑わすこの場所は数百年も昔から悲劇を生み続けてきた。この場所が存在する限り、ムルタタのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先
何世代も続くだろう。だから流砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなればそれに執着する人もいなくなるはずだ。そうだ、信仰が崩れ去ったように見せかけたのは奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだ。それを利用し起源の庭を探し出して破壊しようと思った。だがそれで終わりじゃない。その組織を審判する信頼できるものを探す必要がある。教令院は起源の庭に関する研究を禁止してるから、俺の計画を初めから認めてくれないだろう。それに組織の勢力はかなり大きい。教令院の中にも奴らの仲間がいる。手っ取り早く奴らを取り除くには教令院だけに頼るわけにはいかなかったんだ。だから黒幕のふりをして俺の心を試したのか。すまなかった。だが安心したよ。君は人当たりの良い人になっちゃいなかった。相変わらず大胆不敵で誰にも屈せずにいるとはね。ここはもうすぐ崩壊する。君たち早くここから離れなさい。待て、お前は行かないのか。外にはまだ捕まえなければならない悪い奴がたくさんいるんだぞ。こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。まるで燃え尽きたろうそくのように。この計画を考え始めた時からこうなると分かってたんだろう。裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み、自分の命と引き換えに起源の庭の扉を開き破壊する。缶詰知識の流通に目をつむったり、起源の庭を研究したり、どれも立派な重罪さ。俺が下す最後の審判だと思ってくれればいい。それにいつも仕事に追われてムルタダの願いを叶えてやったことは一度もなかった。起源の庭を見つけるのはあの子の最大の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君に任せたぞ。とんでもない迷惑を残すことになってすまない。何を言ってる。俺たちは相棒だろ。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。さあ行こう。パパ、どうしてみんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。わかった。和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。起源の庭。タージの言っていた通り、起源の庭は多くの災難と悲劇を生んでいた。流砂に埋もれるのはあるべき結末だろう。起源の庭だろうが他のことだろうが、利益さえあれば奴らは教令院の禁令を気にも留めない。危険な研究を利用して高い利益を得るのが奴らの目的だ。今回はタージにやられたが、また新たな餌を探すだろう。だがそのチャンスは二度と与えない。オイラたち
も手伝うぞ。ありがとう。だがもう十分やってもらったよ。残りは俺に任せてくれればいい。自分の手で奴らを裁きたいんだ。それとおまけに潜在的な危険も一掃してみせるよ。それじゃ決まりだな。4日後、キャラバン宿駅で待っててくれ。またお会いしましたね。この度の件は本当にありがとうございました。ナビル、どうしてお前がここに？砂漠から移送されてきた犯罪者たちはまずキャラバン宿駅を通るので、私はここでそれを管理しているんです。これが最後ですので、移送が終わり次第また教令院に戻ります。それはもう手に汗握る数日間でしたよ。なんとかやっと事件の幕が下りてよかったです。はじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟で様々な襲撃を仕掛けてきて真実を隠蔽しようとしました。でも誰かが砂漠を横断し一晩で彼らの拠点を一掃したと聞きました。その後リストに載っていた他の人々も教令院の幹部たちに圧力をかけ始めてパニックに陥り、事件の調査が一時的に滞りました。それでそれで、そこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、みんなの感情が一瞬にして爆発したんです。それをきっかけにマハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、リストに載っている全ての学者を逮捕しました。教令院から逃げ出した者もいましたが、逮捕される運命を変えられはしませんでした。スメール各地に散らばった者たちは全員傭兵団を潰した謎の人物に身柄を拘束されたというわけです。聞いた話によると、あと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたという者までが国境近くで連れ戻されたらしいですよ。300名以上が投獄され、尋問された衝撃はまさに皆を震撼させました。これで事件は終わったんだろ。みんな捕まえたから缶詰知識を密輸するやつもいなくなったし、つまりもう被害者は現れないってことだ。大変だったけど、なんだかすごく立派なことをやり遂げたような気分だな。全くおっしゃる通りです。本当に助かりました。それに謎のものはきっと瀬野先輩ですよね。私の知る限りこんなことができるのは先輩だけですから。そういえば最近も瀬野先輩と連絡は取っていらっしゃいますか？先ほど見張り中先輩に似た後ろ姿を見て、知らない人と一緒に歩いていたようですが、あっという間にどこかに行ってしまわれて。もし瀬野先輩を見かけたらよろしくお伝えください。わかったぞ。ナビルも悪い奴を逃がさないよう気をつけろよな。ええ、ご安心を。また今後も何かあれば
いつでも教令員に会いに来てくださいね。それでは、私はこれで。一人で300人以上を裁くなんて、神にでもなったつもり？いずれにせよ、最適な方法だったとは言えないな。分かってる。だが、尋問するときに思っても見なかったことを知った。ムルタダ・ラドカニが起源の庭に興味を持つようになったのは、誰かに惑わされたからだったんだ。ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はない。そしてムルタダが亡くなった後、奴らはタージの子に対する罪悪感を利用し、再び引き込もうとした。人の心をもてあそび、命をないがしろにし、利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだ。そうだね、僕にもわかるよ。さあ、これは最近開発した植物トラップだ。いくつか君にあげるよ。今度こういうことに遭遇した時に使えるかも。トラップを土に落とすと急速に成長して、麻痺効果のある花粉を撒き散らす。僕は普段滅多に使わないし、君にあげたらデータもより効率的に集まるかもね。セナ、ディナリー、ナビルが見たのはディナリだったのか。お前もセナに用事か？そうだよ。セノに頼まれて、市民って女の子の病気を治すために薬草を集めてきたんだ。ついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、ただ前よりもっと寂しそうだね。そんな仏頂面をしてないで、七星召喚でもやりまくったら？コレイはもともと君をちょっと怖がってるけど、そんな顔してちゃますます話せなくなると思うよ。コレイは最近どうしてる？少し背が伸びたよ。成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず、何箇所かミスしちゃってた。体の方は最近だいぶ良くなってきたから、散歩させようと思ってる。ちょうどコレイに任せたいこともあるしね。え？コレイがアビリアの森を離れるのか？何があったんだ？臨時講座を開いて、缶詰知識の危険性をコレイからみんなに伝えてもらいたいんだ。ついでに安全な使い方についても議論してもらおうと思ってね。今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど、一般人の缶詰知識に対する好奇心や欲求は未だに残ってる。だからコレイにできる限りの普及活動をしてもらいたい。いざとなったら彼女の安全は君たちに任せるよ。もちろん。それじゃ、僕はこれで。何かあったらみんな気軽にアビディアの森に来てくれ。裏でお前らに手を出そうとしていた連中は全て捕まえた。たとえ残党がいたとしても、そいつらはお前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだ。これで少しは安心しただろう。セノはどうするんだ？まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。聖者は前に進まないと。ここ数日、タージが起源の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。人は変わるもの。どんな信仰も時間の侵食には勝てないってな。俺はその言葉にも一理あると思う。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。少しでも長く今の俺のまま先まで行きたいと、そう思うんだ。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも、俺の後ろを歩く人も、俺から勇気をもらえるだろう。昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。
心配するな。今こうして話してるだろ。たまにこうやって話せばそれだけで俺も楽になるさ。タージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが、起源の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだ。もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら、起源の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。そういえば最近妙なことが起きてな。とある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだが、いきなり125万モラの請求を出してきたんだ。借金した覚えはないし、金額もはるかに市場価格を上回っていたから、挑発行為を理由に商人を監禁したんだが、お前ら何か心当たりないか？So, Dory. Dory get. Poor Dory, man. So, yeah. That's all for today, guys. Thank you for joining my stream. I hope to see you guys again tomorrow at the same time, at the same place. If you have some free time, you can rewatch my regular live stream on my Twitch and my YouTube channel. And yeah. That's all for today, so. Stay safe. Stay healthy and get vaccinated, guys. Peace out. Have a good day. Bye bye.聞きたいなら。